皮膚の心筋感染に効く15の自然療法。皮膚の心筋感染はよくあることです。感染してしまうと熱いような感覚と、かゆみが出てとても不快でしょう。皮膚糸状菌感染症やイースト菌感染など、はじめ様々な種類の心筋感染があります。こういった感染は、皮膚、爪、髪に見られるタンパク質であるケラチンの死んだものに定着します。心筋感染は、体のどの部分にも現れる可能性があります。一般的にとても不快なものでしょう。ウイルスや細菌を伴えば感染を起こすのです。今日は皮膚の心筋感染に効く15の自然療法を見ていきましょう。皮膚の心筋感染の原因。心筋感染の引き金となるのは以下のようなことが多いでしょう。免疫力の低下。皮膚の心筋感染は体の防御力が弱まっている印です。体の心筋に対抗する力が弱くなっているのです。ジムやジュールなどのシャワーから感染するケースも多いでしょう。心筋は湿った床などに発生しています。足の指から感染するでしょう。不衛生さ、過剰な湿気。こういった環境は様々な種類の心筋の発生を許してしまいます。体を洗った後はきちんと衣類化しましょう。特に足の指の間などは気をつけましょう。中には人よりも汗をかきやすいタイプの人もいるでしょう。微生物が繁殖しやすい環境を作り出しています。何らかの原因から来る皮脂分泌の増加。食生活の乱れ、ビタミン不足。健康的な食生活を送っていないと、体の防御力が落ちます。つまり毒素の洗浄が困難になります。ストレス。ストレスは、体の防御力を低下させるということは広く知られています。上述したように、体の防御力低下によって、心筋が繁殖しやすくなるのです。皮膚の心筋感染だとわかるのはなぜ？裸眼で観察できる症状は以下のようなものが挙げられます。皮膚のシミやそばかす。サイズや色はまちまち。赤みを帯びた丸いの印。かゆみ、熱、悪臭。皮膚の劣化。皮膚の心筋感染に効く15の自然療法。1、食事。赤みの肉、精製された白い小麦や砂糖、牛乳は腸内の輸送を滞らせますので避けましょう。その代わりにフルーツを食べることをおすすめします。特に柑橘系のフルーツが良いでしょう。ジュースは体の免疫力を上げ、体の洗浄を行います。こちらも読みましょう。毎日の朝食にヘルシースムージー。2. ナチュラルヨーグルト。ヨーグルトには乳酸菌が含まれているため、心筋と戦うのに効果的です。
乳酸菌は真菌をやっつけてくれる良い細菌です。3. レモン汁。レモン汁の酸は患部に塗布すると真菌に効果的に働きかけてくれるでしょう。レモン汁の塗布は夜に行いましょう。レモン汁を塗布した皮膚が日光を浴びると色素の沈着を起こすからです。4. クランベリージュース。クランベリージュースには抗真菌効果があります。体の内側から働きかけ、真菌を根絶してくれるでしょう。5. お茶。お茶を患部に塗布すると、タンニンの抗菌効果から皮膚の真菌を除去してくれるでしょう。小味や赤味なども引いていくでしょう。1日にケラ3回、塗布するとより良い結果が得られるでしょう。6. オリーブの葉。皮膚の真菌感染に対するオリーブの葉の効能は2つあります。免疫系を強化してくれること、そして真菌を除去してくれることです。オリーブの葉の効能を利用するには、オリーブの葉のお茶を飲むこと。概要として塗布が良いでしょう。7. 海塩。海塩の効能を利用するには、水に溶かして使いましょう。材料。水、グラス1杯200ml。海塩、大さじ2、30g。作り方と使い方。グラスに入れた水に海塩を入れます。よく混ぜたものを1日数回、皮膚の真菌感染が起こった部分に塗布します。8. ニンニク。その抗菌作用の強さから、ニンニクを使った方法は、真菌対策にぴったりの自然療法だと言っても良いでしょう。食べても良いですし、概要としても使えます。体の内側から、ニンニクは体から毒素を取り除きます。空腹時に食べるのが良いでしょう。食べた後は匂いを中和させるために、パセリを噛むと良いでしょう。体の外側から、ニンニクを潰し、ガーゼに包みます。これを真菌感染を起こした皮膚に塗布します。洗い流す必要はありません。9. オレガノオイル。体の内側からグラス1杯の水に2ケラ3滴落とします。体の外側からオレガノオイルとオリーブオイルを同量混ぜ合わせたものを皮膚の真菌感染部分に塗布します。10. ココナッツオイル。ココナッツオイルには質の良い殺菌剤として働く脂肪酸が含まれています。ココナッツオイルの効能を利用するには、1日にケラ3回、皮膚の真菌感染部分に塗布しましょう。11. アップルサイダービネガー。酢酸は皮膚の自然な pH を正常に保ちます。つまり、真菌が繁殖するのを予防してくれるのです。材料。水、大さじ2。30ml、アップルサイダービネガー、大さじ1、15ml。作り方と使い方。蒸気の2つの材料を混ぜ合わせます。
ガーゼを使い、これを心筋感染した部分に塗布します。12. ティーツリーオイル。ティーツリーオイルは抗心筋効果に優れています。また、体の他の部分に心筋が繁殖するのを防ぐ効果もあるのです。概要として心筋感染を起こした場所に利用します。13. ターメリック。ターメリックは天然の抗心筋剤として働きます。また利用方法は以下の3つがあります。体の外側から皮膚の心筋感染部分に直接塗布します。2〜3時間置いてから洗い流しましょう。体の内側から抽出してお茶を作り、牛乳と蜂蜜と混ぜて飲みましょう。14. コロイダルシルバー。コロイダルシルバーは強力な天然の抗菌物質です。心筋を乾燥させるのに役立つでしょう。概要として利用します。洗い流す必要はありません。15. アロエベラ。アロエベラには数えきれないほどの効能があります。その中に抗心筋作用が挙げられます。アロエの葉を切り、中のジェルを取り出します。このジェルを1日数回、皮膚の心筋感染部分に塗布しましょう。今日ご紹介した自然療法は、一度だけではなく、繰り返し定期的に行うようにしましょう。また同時に衛生状態にも気をつけましょう。